嘘をつくぐらいのものなのか。なんか、なんかロールの後ろに。もう何爆発してんだよ、また。だいぶ掘った。撮影しないとね。しとるよ。あ、しとるの。うん。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うん。じき。お、ちょっとなんかあれだな。すごいラグ。本当ね。ちょっとバグってんじゃない、バグってんじゃない。あ、雲が来ました、雲が来ました。乱入。倒した。倒したな、倒した。ツルハシで倒しました。ツルハシさんで倒しましたよ。これもね、意外と敵来るもんだな、下から。うん。ほら。結構広い。上がらなくなってきただろう。感じだよ。ここちょっと待って。ここはあの、あるけん、あれが。たずみがあるけん。あっ下に落ちちゃった。な、高さ的にもちょうどいいよ、これ。うん、これぐらいでいい。うん、これぐらいで作ろう。基礎、待って、俺がそれで基礎を作るけ、うん。ここにね、材料がちょっとある。俺が買った材料とか。あの、この中入れといてよ。ああ、いい感じ。広いじゃない。こんだけ石があればできるでしょ。ああ、いい。ほいで、この木もさ、木もやっぱ年を残した方がいいわ。ね、うん。なんか感じが良くなるかもしれない。そしたら、城の製作に入りましょうか。基礎。土台にね。そうだね。じゃあ、まず。あ。ちょっと俺、ベッド持ってくる。あ、持ってきて。どこが入り口がいいかな。入り口はどこがあれだったかいね。どこがあれだった。あ、こっちだ。ごめん。あ、こっちほら。これ。ここが入り口。ここほら、あの下から行ける入り口があるけど。ほいだ。じゃあここの方からやりましょうか。結構いるんだよな。まずね、このこれが大切だからね、城の基礎っていうのはね大切ですよ。長細い城、いや、そういうわけじゃないけど、あ、でも規模的には小さいで、この城。なくなったかい？そうなんだ。いや、あるある。俺もアバカンだるよ。よしよし。これで、そうだな。そうね。これはあれだな、城っちゅうかあれだな、
方だな。まあでもまあ、どうしよう。どうしようかな。あれを作るんだけど、あれ作るの結構一緒だったかな。この外側はとりあえずいいだ。置いといて。こんな方に作ってないか。いや、中に、あ、中に入れた。いや、待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。地下にするってこと？下を。あ、地下にしていいな。地下に作れや、一つ。部屋、家を。ここに置いとこう。これがちょっと邪魔だな。これちょっと邪魔だね。こいつもちょっと邪魔だね。どれぐらいの高さ？そんなね、俺が思ってるほどね、ひどくないけ。俺が思うよね。これが今この基礎が2倍的には大切なんで、こういうところをねちゃんとしようとね。よきよき。
ちょっと青、そうかそうか、違いますね。この階段がなくなりました。ちょっと待って、どこにあるかな。どうだったかな。わあ、ニワトリさんだ。ニワトリさんが来ましたね。何立ててるんですか。ペーパーさんを作ります。よいしょ。違うよ。あ、バカ。違うってそっちじゃないよ。ニワトリさん危ないですよ。あ、違うって。なんだよ。違うって。ちょっとさ、夜になったらさ、すぐ寝ようぜ。じゃないと、せっかくここまでやったのにさ、またなんでスパークじゃなくてなんとかやなんとかになる。壊されても爆破されてもやれんけどさここまでやって今どこだお前。今や海藻やってる。どこで。キャンプファイヤーのとこで。あ、ほんとそこにおるんだな。おるけど寝れんよ。寝るじゃん。なんか空飛んどるやつにやられたんだけど。何それ。そんなおるの。なんか上におる。どこ。かっくりしろかっくり。嘘。あそこほら。どこ。あるじゃん、あそこほら。なんか変な黒い瞳の。どこ。来た。嗅覚。嗅覚来たよ。どこ。あ、ほんとだ。え、あんなおるんだ。うん。すげえ。ちょっと寝るか。いや、寝れんでしょ。多分敵が近くにおるためになんでしょう。か。あ、寝れた。敵が上に寝るの寝る。よーし、いいぞ。ほら、焼けてる、燃えてる。どこが。あそこ、あ、上で燃えてる。敵が。あれだろ、うん、あ、あいつも日の光には弱いんか。弱いんでしょ。そのうちこっち落ちてくるな、肉になって。